愛してる長崎をこの想い止まらない、俺たちが続いている、全てを捧げよう。さあ、水戸ホーリーホーク戦、まもなくキックオフです。残り13試合、マジで負けてはいけません。もう J1 昇格、自動昇格権を目指すんであれば負けられない一戦、何が何でも勝ちましょう。バモス、さあ、ということでね、今日は8月16日の9時ですか、21時、22時になっちゃったね。ちょっとお盆駆け抜けてたら、こんな日のこんな時間になっちゃいました。いやー、どうでしたか、お盆。お盆、お盆ね、うん、俺、宗教的にはあんま関係ないのよね。あ、そっか、キリストか。そうそう、どっちかっつったらクリスマスとか、そういう顔やけんさ。なるほど、なるほど。あるやろ。ちょっとキリストの髪型意識しとるんやけど。まあ確かに。顔もちょっと西洋人っぽいっすよね。ゴリゴリの朝鮮面や。ってことで、まあ振り返りましょう。先日の、水戸ホーリーホーク戦アウェー、もう5日も前の話なんですね。正直忘れたわ。いや、駆け抜けた、ちょっと駆け抜けたよね、お盆。悔しかったよね、昼も夜も働けた。いろんな人に会えて楽しいお盆でした。で、結果から言うと3対3。疑問符ついてる。間違ってないの。疑問。バーで見ましたもん、皆さんで。めっちゃ盛り上がって、1時20、02になって、で、まあ3対1とかもう2点差が続き寄った時は諦めムードも一瞬あったんですけど、まだいけるまだいけるって言ったら、ね、そうそう、引き分けまでなんとか持ち込んだみたいな試合やったんですけど、詳しく振り返っていきましょうか。うん、いきましょう。はい、どうぞ。序盤にね、点取られて2点取られてっていうのが、まあ自分たちのミスって言えば自分たちのミスでも言えるし、なんか相手がその点1枚上手やったんかなっていう部分もあったし、どうですか、序盤の2失点はいらんかったですよね。なんか疑惑の、特に2失点目疑惑じゃなかったですか、あのファールじゃないですか、ファールっぽく見えましたけどね。体は入れたんですけどね、やっぱ後ろから押されたっすもんね。ディフェンスで言えば、まあ、抜かれたわけじゃないんですよ、あれは。シュートコースは抜群でしたね。で、まあ触れとかない意見話題としては、あのセンターバック、アクセーバジュニアじゃなくて、あ、めっちゃそっくりや。アクセーバジュニアとめっちゃそっくり、ミケーレス選手。ね、栃木でおって、その話題去年もなりましたけど、今年町田におったんですね。町田におってからこっちに。良くなかったですか、あの好きでした。前線でフィードしようとする、もちろんミスはありましたけど、積極的に出してたなってイメージですね。はい、ただ、前の試合が無失点だけに、で、結果から言えば今回3失点したっていうところで、まあ、前の無失点から変える必要あったのかなとは一応思ったですね。お店で見てた、一緒に見てた子が言ってたんですけど、まあ、桑崎にボールが入るときに、がっつり潰しに来てたっていうか、仮にその桑崎を潰されたら、こうもこうビルドアップができない。チームになるのかってところがもうよく見えた試合だったって言ってましたけど、まあ、逆にそれ後半から改善できたってことですよね。その、ケイタ選手ボランチ下がって、そうそうそう、でいい流れ作って、向こうのディフェンスがそのうちのボランチに対してノーターンで前向かせないようにプレッシャーしてくるから、その間のですね、相手の最終ラインと向こうのボランチの間が空くところをうまく活用し始めれたっていうところがありましたよね。現状6位みたいですね。でも2位とは変わらず7点差かな。岩田は負けてますからね。うん、7点差っつったらまだ全然狙えますからね。7点差ならまだいける。向こうが3回こけてこっちが3連勝すればまくれます。本当いけますからね。僕のね、今シーズンの目標としてですよ、もちろん J1 昇格、それはもう常々思ってることなんですけど、個人的な目標としてこのチャンネルの登録者数1000人いきたいなって思ってたんですよ。いや、行きたい、本当行きたい。ちょっと僕たちもブーストを上げていきたいなっていうところで企画をやりたいと思います。今考えついたんですけど、あの宝くじ売り場にフォアレ長崎応援するくじあるの知ってます？お金かけれるんですよね、ビフォーアレの勝利。ああ、なるほど、あの分かる分かる、スコアまで当てるやつよね。毎試合1万円ベットしていきます。え、社長が OK、 それでいきましょう。1万円ベットしていこう。てか勝つからね。だってで、まあ明日その動画を撮りに行きましょう。よし、それで行きましょう。宝くじ売り場で働いてるんで。ああ、なるほど、ちょうどそうね、おばちゃんのとこ行けば大丈夫ね。まず一の目標として J1 昇格プラス
お金を減らすようにするっていう、い僕や、ら。もう残り12試合でしょ？で、12万トータル、まあ、ベットするとして、最後いくらになってるかってことですよね。まあまあ、そうですね。まあ、新しくできたキャンプ場が 3C なんで、34万円目指しましょうかね。明日何対何かけます？19日は栃木戦でしょ？もうここもズバリホームで勝ってもらわないと困るから、2-0ぐらいの安心したサッカー見たいですね。本気で当てに行くんやったら4-1やないかなって思ってるんですよね。4-1、4点取って1点やるみたいな。え、この場合どうする？もう1万円ずつかけるってことになる？合計2い万。や、これはすり合わせましょう。おもろくなってきたね。勝ちは当ててもスコアミスったら外れか。いや、そうなのよ。わあ、それむずいな。それかなり難しいですね。2-0でかけとって、めちゃくちゃもう1点取るチャンスの時、なぜか外れろって思って外せって思ってるかもしれん。確かに。趣旨変わりそうでしょ。1万円ですか1万円でかいよ。ね。ねえ、やばいよね。おもろそう。で、まあ、クラブからリリースされた情報として、皐月田選手、JFL のクラブにレンタル移籍、あともう一つ、エジガル選手、負傷していて、今、ブラジルに帰ってるそうです。全治4ヶ月、3ヶ月とかって、10無月理中やん。に戻ってこれるかなっていうのがリリースされました。いや、ちょっと厳しいでしょ、戻ってきても、もう試合出るのは。まあ、まあまあ、でも、パンマと、ジョップと、戸倉健と、中村圭太と、揃ってますから。うまいことね、回していければやっていきましょ勝ちましょう。あと12試合、勝ち、負け、勝ち。でいこう。負けんと思っちゃうね。う。じゃあ、俺がどんどん発表していけん、スコア言ってってみて。8月19日、長崎対栃木。41大宮対長崎。41九州ダービー、大分。大分キーパー、札幌に移籍したもんね、高木選手だってこけ。とは、41 長崎、群馬。長崎、群馬、ホーム？ホーム、これホーム。ホームなら41かな。秋田対長崎。これむずいよ、アウェーやし、秋田上も東か。京。多いもんね。41。じゃあ次。うわ、これ、首位、長崎、町田。町田。9月23日。41。4-1ね。次、連戦なんですよ。島根。41。また。次、藤枝。甲府。41。福島。41。仙台。はい、41。41。4-1で。41。じゃあ、ズバリキーワード、41です。ということで、10分ちゃいましょう。タモス、長崎、バイバイ。いや、まあ、どうでもいいけど、俺今ズボン履いとると思う。安心させてください。心配してください。履いてます。